では行きます。おはよう、メグロディ。おはようございます。おはようございます。アロハ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 。メヘオコ。メヘオコ。違うでしょ。オウム返し、オウム返し。かわいいだろ。かわいい、ね、できない子ほんとかわいいです。いやいやいや、金曜日の朝ですね。そうですね、はい、涼しくなっかり皆さんにハワイの、ね、ハワイアンを聞いていただいて、メグの声が響き渡っております。ありがとうございます。そう、メグと申します。メグロディメグロディメグです。そう、だいたいメグロディさんってそのうち言われそうだから、うん、こんばんはメグロディさんとか言われそうですからね。たまたまなんだけど、はい、本当にもう昼も夜も出てるからね。そうですね、今年の夏はね、たまたまなんかそういうずっといるみたいな感じが、ね、はい、一緒にいるような気がしてますけれども、はい、まあ、いろいろ私もお二人から学ぶことも多く、あの語りのままここに引きずるのかなと思ってたんだけど、そんなことないです。ちゃんとフラっぽく、ね、そのデビューが6日ということでね。また軽くプレッシャーかけていただいたり。見て、あ、かわいい。夜のね、見ましたよ、イラストレーターの朝子がね、描いてくれて、みっちーなとね、お風呂を。かわいい、ね、そう見ました。そっくり。イエイ。ねえ、ね。なんか捉えてますよね、ちゃんと。彼女もフラやってたんだって。ああ、でも多いです。本当に。意外と多くてびっくりしちゃってね。うんうん、ね、他のコンシェルジュさんたちもね、うん、あ、やってたんですっていう方もたくさんいて、ね、歌もやりたいんですっていう方もいっぱいいて。歌習いに行ったでしょ。そうなんです、なおちゃん。ね、来てくれました。嬉しいね。はい、うん、すごいの。でももう他でもやってらっしゃるからね。すごい声も出て。うん、だから、ね、そうなの？そうなんですよ。ね。なんかもうちょっと、ね、意外な自分が出てきたりさ、うん、新たな挑戦いいよね。そうですね。なんかやっぱりあの歌うこともね、踊ることも人間本来多分大好きだから、そういう多分動物。犬とか人間とかにとるわけたらね、うん、だからもうみんなが歌ったらいいです、うん、別にうまいとか下手とかみんなが踊ったらいいと思います、うん、でそういうのができるのがやっぱりフラで、あの楽しんでできるし自分のレベルでできるしっていうので、またちょっと告知なんですけど、はい、うん、フラの教室どういうふうに受けられるのっていう、あのうちは古谷奈々先生という先生が教えてくれてます、うん、奈々ちゃんはですね、あのハワイ島のヒロ、本当にフラのメッカなんですけれども、ヒロでしっかりと文化も歴史もハワイ語も勉強してきました、なのでもう最初からねハワイ語もお勉強できます。なのであの本来フラで踊るだけっていうのはエクササイズ的なものは私がやりますけれども、歴史やハワイ語、文化、あとこの歌の意味とかね、そういうところから入ってまたフラをやるので、これが意味が分かって踊ったら本当に楽しいし、本当にハートも入るし、もうあのそういう意味でフラはとても楽しいですね。木曜日のクラスが11時から、子どもたちがですね、小中学生、あの幼稚園の子もいるんですけど、5時半から6時半、そして、7時から8時がちょうど大人のね、一般の女性の方なんです。木曜日がもうフラデイだと思ってください。で、土曜クラスが1時から2時ということで、4時クラスやっておりますので、もしよろしかったら、ジャムスタジオ南砂で検索してください。これさ、まあ、ごめんなさいね、いきなりクリスタルスタイルがいろいろね、あっちゃってね、間違いがごめんなさいよって感じ。楽しいですよ。数人集まって、先生の都合、めぐちゃんのね、はい、あの都合が大丈夫だったら開催してくれる。もちろんもちろん、やりましょうよ。そういうの好き。あの私のスタジオで24時間使えますので、もう本当に夜中の3時しか踊れないよっていう方は、もうあの飛び起きてまいりますから。ちょっとメイクないけどね。メイクないけど、メイクは。はい、大丈夫です。そういうの好きです。はい、広がるよね、でもね。ちょっとやりたいのとか、そういう、なんていうんだろう、いろんな欲求があって、いろんなスタイルがあって、うん、そういうのにあのうちのジャムスタジオは応えていきたいなっていうふうに。それしてくれるからいいよね。はい、思ってるので集まりやすい。うん、ね、あのそれができるのがジャムスタジオだと思うんですね。他はやっぱりこういろいろ決めた中でやらなきゃいけない、まあ、そうはないよね、うん、リスクマネジメントも大事なんですけど、私できない。
ことが目的のスタジオなので、本当に笑顔で帰ってほしいなと、なんかちょっと暗い気持ちで来たとしてもレッスン頑張ってなんとなく、あ、笑顔になれて、で、あ、帰りは笑ってたなとか、そういう感じのスタジオにしたいんですね。いや、もうすでにそうだ。みんな笑ってるもんね。今日も初の人が後で、そうそう、ご一緒します。楽しみ。おしゃれ番長が来ますのでね。そうなんですね。今から笑ってるからね。これやるのまだやってないしっていうのに、これやるの私。キリンさんのコピーみたいですね。そうね。まあ、そういうあのいろんな形でジャムスタジオもこれからね、まだまだ成長して、いろんなあの壁があったり成長があったりと、私も紆余曲折で右行ったり左行ったりしながらやってますけれども、でも本来の目的は来た人たちを笑顔にする、なんかね、苦しんで泣いてっていうスタジオは嫌なんですね。やっぱりね、何やってんのよって話だよね。まあ、技術を高めるためにあの自分自身でね、苦しいことはあるかもしれないんですけど、必要だよね、そこはね、それはあの努力であって本当の苦しみではないから、そこはあの自分との戦い、なぜ鏡があるかっていうね、あれ自分と戦うんですね、バレエとかもね、本当にあの自分でキープ、自分でもう誰もやってくれないから、教えてくれる先生はいても先生は筋肉を作ってくれないので、なんかそこを子どもたちももう一生懸命一生懸命やってるんですよ。ヒップホップもね、もうこれだけの時間腹筋やるんだっていうぐらい、ちっちゃい子が一生懸命一生懸命やって、もうここずっと急成長ですよ。まだヒップホップもかわいいね。ヒップホップかわいいしびちゃんね、はい、あの9月には23日であの老人ホームに慰問に行かせていただくんですけれども、その中でも本当おじいちゃんもおばあちゃんもそのご家族も皆さん来て100、200人ぐらい来るのかな、その中であのもう毎年やらせていただいてるんですけど、今年5年目で、その前の先生のスタジオも25年続いている慰問なんですね。もう歴史なんですね。続けるって素晴らしいことよね。だから本当に続けることが大変だけど、でもそれが力になったりね。本当そう、あの何でも続けた人って、あの本当に優しくて強い人が多い。そうですね、やってるから分かるのね。やらない人はね、分からないのよ。一年やってんじゃん、3年未満の人も分からんよね。だからそうですね、3年まではこう私もジャムスタジオトントントンとやらせていただいて、本当にあの自分で、ね、そうなんですね、系というよりは他の仕事があったので、テレビも歌もあの他の仕事を一生懸命やってた感じなんで、それでもスタジオは待っててくれたんですけど、もう5年目になるともう自分から自ら行かないと、すごくわかるビジネスの番組でも両方できるといいですよ ね、 そうだね、でも全部通じてる、そこの表現の部分もビジネスも一緒だなと思う。そうですね、最近本当にそう思います。だから線引きするね、従う人多いんだけどね、そうです、でも同じだと思う。そして最後本当にお人柄、そうですね、お人柄で何個がそうですね、やっぱ信用とかね、信頼とかを築き上げてきたとかね、っていうことが本当にあの簡単なようでやっぱり難しいですしね、そこを本当ジャムスタジオはここからね叶えていく、もうさらに叶えていくスタジオにしようと夜中まで日々頑張っております。頑張れ。でもあのそういう中でこういう歌があるっていうこととか、ハワイに通じてること、それこそ私もカメでホヌですけど、あの最後で言うと骨で、骨が大好きなんですけど、ゆっくりな歩みでもいいけど確実にこう手に入れていけるもの、人がいっぱいいろいろ言いますけど動くとね、だけどいいんです、それは。私もね、あの、まあ、形はカメよりウサギのが好きなので、ウサギの耳をつけたカメで言おうかな。私もウサギの知らんの。でもカメをつけてさ、ゆっくり見せるね。似合いそう、ウサギの形はやっぱりね、もちろん可愛いから。私いいな、カメでも。私もカメでいい、どっちかって言った。ほら、耳はそんな感じで、じゃあ私たち耳つけてね。さあ、じゃあ今日も、はい、今日も弾かせていただきましょう。はい、プアオレナという曲を、お届けしたいんですけれども、プアっていうのが、はい、やってください。プアーナー。そう、逆。ハーナ。で、オレナっていうのはジンジャーの花なんですけど、ジンジャーの花ってなかなか咲かないんですね。で、そのなかなか咲かないのを、こう、女の子の少女の恥じらいとか、今咲きそうな、あの花なのにその美しさを見せて
と神社の花を恋人に例えて歌った曲です。フラレッスンに行きます。いえ、頑張りましょう。ありがとうございました。